開発に35年を費やし、そして地域限定販売に15年、それは熟成を重ねた高級ワインのように、その完成になんと半世紀の歳月を経て、アドバンスプランスーパーワックスは2007年全国へ向けて販売を開始したのです。カーワックスのブランド商品が誕生。アドバンスプランスーパーワックス、新車販売店や自動車ライターが推奨したカーワックスのサラブレッドです。乳液カーワックスで素晴らしい光沢をご体感ください。スーパーワックスとは、光沢、持続効果では王座に君臨する固形ワックスから約 95% の白いカスを取り除き、ワックス成分 100% の状態を作り上げることに成功した史上初の液化コーティングワックスなのです。現在市場にあるコーティングやワックスの良い部分のみを取り上げ、一つの製品へと作り上げたのです。つまり短時間で最高の効果を得られる、まさに夢の商品なのです。ではこの夢の商品スーパーワックスを一つ一つ検証してみましょう。モニター地区の宮城県は、新車という最もデリケートな車を扱う新車販売店の方々から実際の率直な意見をいただきました。しかし1社2社のコメントではなく、ほとんどの方々がこれだけ支持するものは過去にあったでしょうか。さらにオリジナルパックという形で我が子のように扱っていただけるこんな商品があったでしょうか。まさにスーパーワックスは新車販売店の方々の温かい支援のもとに育て上げられた新車販売店御用達の商品なのです。また専門家の方々にも驚きの声をいただきました。カートップ近藤様よりびっくりケミカルランキングで第1位、カーグッズプレス、ユーチョイスなどでおなじみの戸川様より総合評価でNo.1をいただくなど、本物の商品の称号をいただきました。2006年版ブームの真相でも紹介されました。その他業務用としてプロの方々にも絶賛の声をいただくなど、15年間無敗の地位を築き上げたのです。商品の性能を検証する上で必要な要素は大きく3つに分けられます。それは光沢、撥水力、そして持続効果に委ねられます。光沢、地球上に存在する物質の中でカルナ林の葉から抽出された天然カルナバロウだけが唯一自ら光沢を放つのです。そのためダーク車用、ホワイト車用に分ける必要がなく、どんな色の車も眩しいほどに光らせることができるため全車対応なのです。つまりカルナバロウは現存する物質の中で光沢力の王様といえます。もちろんスーパーワックスは最高級ランクのカルナバ1号を主成分としています。撥水力、ワックスの欠点とされている水玉になる撥水力は、まさにボディの上に虫眼鏡を並べているような状態となるため、レンズ効果となり、ウォータースポットと呼ばれる焼き付けの原因となってしまいます。スーパーワックスはこのワックス類の宿命ともいえる水玉撥水を克服し、理想的な水のはけ方である浸水性の特徴で潮が引くように水が流れます。そしてボディに残る水滴もアメーバ状になるため、ウォータースポットを防止する特性を有することに成功したのです。そのため数万円以上のコーティング加工車のメンテナンス材としても推奨されているのです。持続効果、持続効果の表記は非常に曖昧で、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月など表記にも開きがあります。一般的に持続効果とされているものは、
ボディから被膜が完全になくなる期間であったり、室内テストを基準としたものが大半のため、表記も様々なのです。しかし、基本的にどんなワックスのコーティングも、被膜はミクロン単位でしか乗らないのです。四季折々の我が国では、酸性雨、鳥の糞、花粉、鉄粉などの外敵から車を守らなければなりません。このような条件の中で、新車のような輝きを3年、5年と保つためには、1ヶ月半前後に一度はメンテナンスが必要と考えています。スーパーワックスの主成分であるカルナバローは、石のように硬い素材なので、硬い被膜を形成でき、これらの外敵から車を守る力としては、最大級の力を持っています。やはり自然の力は驚異的と言えるのです。このように三位一体のすべての特徴を合わせ持つ、まさにパーフェクトコーティングワックスなのです。そしてワックス成分のみで構成された液化タイプのため、短時間で簡単に史上最強の効果が得られるのです。たかが5分、されど5分、正確に使用していただくことがスーパーワックスの性能を完全に引き出すのです。車を洗車し、水分をしっかり拭き取ってください。作業は日向の方がベストです。スーパーワックスは白く拭き取るカスが出ないため、コーティングワックス成分と水が同時にボディに付着し、水分を蒸発させると定着するため、日向の方がより早く付着します。タオルを水洗いしてしっかり絞ります。スーパーワックスを染み込ませ、タオルのふかふかの部分に残すために柔らかいタオルがベストです。バケツに軽く振ったスーパーワックスをキャップで1杯半、最高でも2杯を入れます。そこに 100cc の水を加えて軽く混ぜます。2杯以上はムラ、無駄の原因になります。先に水洗いして絞ったタオルを液の中に入れ、しっかりがっちり絞ります。ここが最大のポイントで、思いっきり絞ることにより薄く均等にスーパーワックスが定着します。絞りが甘いと余分な水分と一緒に乗ってしまうため、持続効果が半減します。吹き上げの感覚で塗り込んでいきます。中型車でボディの3分の1ぐらいまで行えます。以後また液の中に入れ、がっちり絞り作業を行ってください。同じ箇所を2往復以上塗り込むと、濃すぎてムラの原因になりますので注意してください。しっかり乾いたのを確認したら、別の乾いたタオルでツルツルになっているかを確認するため、一周軽く拭き上げてください。カスの出ないワックスのため強くこする必要はありません。以上、ポイントをしっかり守って使用してください。その他の注意点。白、シルバーなどの熱を持ちにくい車は、スーパーワックスを塗った後、しっかり水気が飛んだのを確認し、空拭きを行ってください。乾く前に空拭きをしてしまうと、ワックス分も一緒に取れてしまうため、持続効果が半減してしまいます。ウエス、クロス、セーム、汚れたタオルや使い込んで硬くなったタオルは使用しないでください。ボディへの傷の原因や十分な効果が得られなくなります。スーパーワックスを気温の高いところで保管するのは避けてください。分離の原因となります。鉄粉や水垢がついているような状態の悪い車に施工するとムラの原因となりますので、できるだけ下地処理を行ってください。プロが教えるスーパーワックスの裏技編。気温が低い時の作業では、空拭き用のタオルを車の暖房やストーブなどで温めて使うことで、塗装への付着が良くなります。ムラができてしまった場合は、別のタオルを水で濡らし、8分絞りの状態で拭き、すぐに別の乾いたタオルで空拭きすることで対処できます。
バイザーや樹脂素材は塗り込み、そして乾く前に拭き上げることでより綺麗に仕上がります。